どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、JAL がブラックフライデーをね、発表いたしましたので、本日はね、こちらの解説、やっていきたいなと思います。 ということで、今回ね、JAL がブラックフライデーということで、国内線のね、セールとかもございますので、ぜひね、気になる方はですね、最後までご覧いただければな、なんていうふうに思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。ということで、こちらがですね、JAL ブラックフライデーということで、11月の24日0時からですね、11月の26日23時59分まで、このね、JAL のブラックフライデーっていうのが行われます。で、今年のブラックフライデーは11月の24 4日日特別企画は3日間限定とというこで、今回のね、ブラックフライデーの内容なんですけども、まずですね、2024年の日の出フライト、初富士フライトですね、こちら5名様10組がですね、こちらね、当たるキャンペーンが来ております。こちらの詳細がね、こちらになるわけなんですけども、こちらね、キャンペーン登録するボタンより、キャンペーン登録された方、抽選5組 10, 10名様を2024年、 初日の出、初富士フライトペア5招体験をプレゼントいたしますということで、当日集合時間は朝4時から4時10分から5時までに半田空港にお越しいただき、搭乗手続きを完了できる方に限ります。 15時の中のは変更になる可能性がありますということで、えー、元旦のね4時から5時までにですね羽田空港に来なきゃいけないのでこの点は注意してくださいでキャンペーンの期間ですね202311月の17日から202311月の26日ということでこちらで、ね、もう登録することができるようになっているというふうになりますので応募しないとね当たることはございませんのでポチッとねやっておいていただければなと思いますで商品概要ですね2020年初日ので、えー、初富士 フライトペア宿泊券5組 10, 10名様ということで出発日は2024年1月1日月曜日羽田空港から普通席ですね利用することができるって言った話になりますで次ですねユニバーサルスタジオジャパン JAL 貸切プレミアムナイト50組100名様ということでこちらもですね招待していただけるねキャンペーンっていう風になりますんでまたね キャンペーン期間登録期間がですね、もうね、始まっているっていう風になりますんで、こちらもね、ぜひ、えー、利用されたい方は、ポチッとね、応募しといていただければな、なんていうふうに思います。まあ、何度も言いますけどもね、こちら応募しないとね、当たらないっていう風になりますんでね。で、商品概要なんですけども、ユニバーサルスタジオジャパン、JAL、貸し切りプレミアムナイト、プレミアムパスペアで、えー、50組100名様、スーパーニンテンドーワールド入場確約付きということで、2023月8日の、えー、7時から10時の間、 が招待するお客様のみがアトラクションをご利用いただけますということでパーク全体の貸し切りではありませんけれどもまあ、こちらね私アメックスのねこういう貸し切りないとね行ったことあるんですけども人気のアトラクションもですねすぐね利用することができるっていう風になりますんでこれね非常にいいですで、こちらね当選発表は2020年1月下旬実施商品発送を持って発表と変えさせていただきますということで当たったら送られてくるっていただきになりますこちらもねエントリーも始まっておりますのでこちらからポチっとね しといていただければなと。 思います。で、次ですね。これいいですよね。アウトリガーリーフワイキキビーチリゾート3泊宿泊券ということで、こちらの詳細が、えー、こちらですね。アウトリガーリーフワイキキビーチリゾート宿泊券ということで、アウトリガーもですね、こちら確かハフとかでね、このホテルね、予約することができると思うんですけども、アウトリガーリーフですね。こちらもね、ワイキキのビーチにね、目の前にあるホテルっていう風になりますんで、これもね、めちゃくちゃいいと思います。えー、キャンペーン登録いただいた方から、抽選で5名10組様に アウトリアリーフワイキキビーチリゾート宿泊券プレゼントということでえこちらも、ね、エントリー期間が、ね、もう過ぎているっていう風になりますのでこちらも、ね、ポチッとえ下の方から、ね、やっといていただければなと思いますでキャンペーンのえ内容なんですけども JAL マイレージバンク日本地区会員の方で JAL メールニュースと JMB ツアーニュースを 購読されていて、かつ大分よりキャンペーン登録された方から5組10名様にアウトリガーホテルズリゾートのアウトリガーリーフワイキビビーチリゾート1室3泊宿泊券をプレゼントいたしますということで、まあ対象者はですね、JAL マイレージバンク、またね JAL メールニュースと JMB ツアーニュース購読されている方っていうふうになりますんで、もしね、されてない方はこちら側ポチッとね、変更しといてください。こちらね、アウトリガーリーフになるわけなんですけども、やはりね、ワイキキのビーチのメ 目の前にあるホテルっていう風になりますんで、これはね、本当に利用しやすくてね、いいですよね。で、有効期限は2020年の1月の1日から12月10日っていう風になりますんで、この点はね、あの利用期間ね、注意していただきたいなと思います。こちらの抽選発表は12月下旬に、 商品発送をもって発表と改正していただきますっていうふうになりますので、この点はね、押さえておいてください。まあ、こういった形になりまして、デイリーリゾートチャージ1泊45ドルがかかりますということで、完全無料なわけではございませんので、この点は注意しといていただきたいなと思います。これはね、めちゃくちゃいいですね。当てたいですね。ちょっと利用してみたいですよね。では次ですね、3日間スペシャルイベントを見逃すなということで、 ちょっとね、あの、表示されてないものがね、いくつかありますので、まあ、こちらね、また、あの、お楽しみっていう感じなわけなんですけども、まあ、今回ね、気になる部分としては、やはりね、国内線の航空券セールですね。2月のね、タイムセールがこのタイミングでね、行われるって言った味になります。で、この動画出てるのはですね、11月の18日の土曜日にね、こちら出てると思うんですが、 このキャンペーン自体ね、11月の24日からっていう風になりますんで、来週の金曜日っていう風になりますんでね、かなり先になりますんで、この点はね、注意してください。ちょっとタイムセールの方ね、後で触れさせていただいて、まあ、それ以外ですね、ジャルモールのキャンペーンもやっているっていう風になりまして、こちらはね、まあ、こういったね、ジャルモール、裏くらいでセールでね、目玉商品ということで、まあ、こういうね、ジャルの飛行機、カルタ入門とかですね、あとね、 こういったポストカード。あとね、いいなと思ったのは、このね、カレンダーとかですね。こちらもね、あの割引になっておりましてモデルプレイもですね、ホーイング767-300-1986年モデル、の完成モデルがですね、えー、こちらね、半額になってるっていうふうになりますんで、これは結構いいですよね。まあ、こういった感じになりますんで、JAL モールね、気になる方はぜひね、 チェックしていただければなと思います。っていう感じですかね。私が個人的にね、一番気になってるのはこれですね。入会後5万円以上で3万1000プレゼントということで、まあ、JAL カードをね、発行していただいて5万円以上利用すると3万1000もらえるキャンペーンが来そうですね。まあちょっとこう、このマイルスだとプラチナカードかもしれないんですけども、一応こういうのもですね、用意されているっていうふうになりますんで、これはね、非常に気になるところですよね。 では、えー、国内線タイムセールということで、こちらの詳細に行きましょう。この詳細がこちらになっていますけれども、 またまたやります。国内線タイムセールということで、3日間だけのスペシャルプライス2月の旅行が最安6600円から利用することができる国内線タイムセールって言ったうちになります。で、タイムセール期間ですね。11月の24日金曜日から11月の26日の日曜日23時59分まで。登場期間は2024年の2月の1日から2月の29日までっていうふうになります。で、運賃一例がね、こういった形になっておりますけれども、 今回、最安値で6600円、羽田板に利用することができるっていう風になります。で、羽田沖縄とかもね、最安8800円からということで、かなり安いですよね。まぁ、あ、ちょっと2月ということで、まだ海とか入れないかもしれないですけれども、このタイミングでね、行きたいよっていう方はね、かなりいい金額ではね、ないのかなと思います。またね、新千歳も7700、またね、福岡とかも7700なんで、このタイミングね、かなりいいですよね。で、 で、いつも言ってますけどもね、あの、この価格でね、販売されますけども、タイムセールってのはね、基本的にあの、座席がね、なくなっていくと、あの、値段は上がっていくっていうふうになりますし、またね、PFC 設定されているところは、さらにね、あの、PFC この上にね、加算されるっていうふうになりますんで、この点は注意してください。あと予約方法とはね、このプロモーションがね、出ているところが、このね、タイムセールのね、対象。 運賃っていうふうになりますんでね。この点は注意してください。まあそういった感じですかね。ではね、価格の方を見ていきたいなと思います。まあ今回ね、こういった形でね、ババッと出ているわけなんですけども、上の方が平日で、下の方に行くと、まあ、休日がね、あの見れるようになっているわけなんですけども、まあこれね、ちょっと私の方でまとめさせていただきました。はい、ということでこちらはね、私の方でまとめさせていただいた表になります。まずね、東京発着ですね。 こういった形になりまして、前回のタイムセールが1月の登場分ね、先日ありましたよね。で、その前が12月。で、今回のがブラックサイズでね、2月登場分ということで、こういった形になっております。まあ、価格的にはですね。 平日をね、えー、まず見ていただくと、前回の時とね、まあほとんど同じっていう感じですかね。一部ね、前回の方が安かったりっていう部分も、まあ今回の方が安かったりっていう部分もね、あるかな、なんていうふうに思うんですけども、まあそんなに前回のね、タイムセールと科学的にはね、変わらないっていうふうになりますんで、まあ結構いいのではないのかな、なんていうふうに思います。で、休日の部分もですね、前回とね、あんまり変わらない。まあちょっと、まあ1000円ぐらい。 ですかね変わったとしても。っていうふうになりますんで、今回のね、タイムセールも結構いいのではないのかな、なんていうふうに思います。まあ厳密に言うとね、前回の方がまあ確かに安かったっていう部分はね、結構多いんですけども、まあ2月と1月だよね。まあ1月の方はね、まあ換算期になっていくのかなっていうところで、まあ前回の方はね、安く設定されているところはね、多いかな、なんていうふうに思います、えー。沖縄路線とかもね、前回の方がまあ安かったりね、いたしますし、まあここの、 東京、沖縄路線に関してもね、平日に関してはね、同じですけども、土日はね、前回の方が安かったりいたしますんでね。まあ、こういった形になります。まあ、ここら辺はね、スクリーンショット等々使っていただいて、ぜひね、あの、行きたい路線ね、チェックしていただければなと思います。次に、大阪、札幌路線ですね。 まあ、こちらに関してもね、前回と比べさせていただくとですね、前回と同じぐらいっていう風になりますかね、一部ね、前回の方が高かったりっていうする部分もね、まあ、ちょこちょこあるんですけども、今回の方がね、高い部分も、まあ、路線によってはね、あるっていう風になりますんで、まあ、ちょっとね、一概には言えない感じですかね。こちらもね、利用したい路線ございましたらですね、ぜひね、チェックしていただいて、まあ、今回ね、タイムセール11月の24日0時きっかりね、開始になるっていう風になりますんで、まあ、おそらくね、まあ、 前回同様、かなりね、集中すると思いますんで、利用されたい方はですね、11月の24日、0時きっかりね、待機して、あの、購入ね、していただければな、なんていうふうに思います。最安で狙いたい方は、基本的にね、もう0時きっかりより前にですね、まあ、アクセスしていただいて、あの、仮想待機室でね、待機して、まあ、購入していただくっていう形がちになりますんで、この点はね、覚えておいていただきたいなと思います。 はい、ということで、今回ですね、JAL がね、ブラックフライデー、えー、発表いたしましたので、解説ね、させていただいたわけなんですけれども、ちょっとね、わかんない部分がね、結構ありますので、もしね、これからなんかね、良さそうなのがありましたらね、またね、動画作りたいな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、チェックしていただければな、なんていうふうに思います。どうなんですかね、ANA はこのブラックフライデーってやんないんですかね。確か去年も JAL だけブラックフライデーやってた気がしますんで、ANA の方はね、ちょっとやらないのかもしれないですね。ちょっとマイル キャンペーンもねできれば入れて欲しかったなっていうところはねまああるわけなんですけども11月24日0時からねまあ、開始になるっていうふうになりますんでぜひねこちらチェックしていただければなと思いますということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思いますこの動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いします私がブログツイッターインスタグラムライン公式アカウントやっておりますんでぜひチェックしてあげるととても嬉しいですそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ。